部長とマネブーのええ加減トーク、やってこ。何？え、何？今日何編？あのマネブー決めていいの？いいよ。いいの？ダメ。え、なんで？実はさ、あのこの間 D3 計画のね、なおちゃん先生とあのカウンセリングしてる場面とか、はい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 、はい、撮らせていただいたんですけど、面白かったね。面白かったね。一歩怒られとったね。ねえ、やられとったね。っていうとこなんだけど、ちょっと部長の本音のところをね、実は大変なんだわとか、こんなとこ苦しんでるんだわ。で、あれ見てね、結構さ、もう一回私もダイエット頑張ろうかなとか、割と部長の、あの動画って男性の方、特に部長世代の男の人が見てるパーセンテージすごい多い。ありがとうございます。男性諸君頑張るぜ。そう。で、まあ、ダイエットイコール女性っていうイメージもすごいあるじゃない？はい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 。けど、まあ、ごめんね、中年の40、50の人が、何？中年代ね。の人が、そのダイエットしようとね、してるところをさ、うちの旦那もさ、見てさ、ああ、部長も頑張ってんだって、俺も頑張ろうって言って、まあ、でもあの人も結構ね、あれだけど、痩せたんだよ。かっこいいもんね。ありがとうございます。で、そんなね、男性たちに、ちょっとね、部長の本音をね、語っていただきたいなと。なるほどね。いやさ、なんかさ、若い頃はさ、やっぱみんなさ、太ってねえじゃん。そうなんだよね。でさ、なんか結婚を境に、多分食生活がガラッと変わったのと、あと基礎代謝がさ、どん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 下がってきてるのと、あと運動しなくなってくるからさ。仕事も忙しくなるからね。でさ、ビール飲んでる人なんてさ、もうガンガンにさ、はい、この、ね、太ってくじゃん。正直。でさ、なんかね、俺もある時、その過去の栄光にすがってる自分がいたわけよ。え、どういうこと？要は、いや、昔は痩せてたんだけどね、みたいな。で、昔の写真とかをちょっと見せて。俺かっこいいでしょみたいな。昔はかっこよかったでしょみたいな。ね、これね。はいはいはい。でもさ、本音を言えば、今かっこよくなりたいわけよ。でさ、いつも、昔もそうだし、今もそうだし、これから先も、やっぱり、みんなにかっこいいってさ、言ってほしいし、心の中であの人なんかメタ子だよね、とか、やっぱ思われたくないわけよ。はいはい、でもそれって、多分俺だけじゃなくて、全員そう。まあそうだろうね。いや別にもう俺はもう結婚もしてるし、職場で立場もあるし、そういうのいいんだよねって、思っている人は実はいない。いくつになっても、俺だってさ、70になっても、舘ひろしみたいでいたいと思うもん。めっちゃかっこいいよ。なんでそこで舘ひろしなの？今思い出しちゃった。私、じゃあ自分の部屋にさ、畳1畳分ぐらいの舘ひろしのポスター貼ってあったんだよ。あ、そうなんだ。いや、かっこいいじゃん。ね。最近ほら、危ないデカがさ、やっててさ、あ、やっぱりさ、かっこいい人って、昔もかっこいいし、今もかっこよくて、昔言ってることも、今言ってることも変わらずブレてないなって思ったの。そうなった時に、やっぱり自分をね、見たときに、なんか俺さ、いけてないなって思ったわけよ。あ、そうなんだ。でも確かに、ビジネス上ね、その、細すぎると尖って見えるから、ちょっと貫禄を見せるとかっていうのは、これ戦術じゃん。で、それは、それだったらいいんだよ。でも、その域を超えてしまってたと思ったの、俺。あ、そうなんだ。だからさ、やってんだけど、はっきり言ってだいぶ辛いよ。辛い？しんどいよ。じゃあ何、食べてるから大丈夫って言ったのは痩せ我慢やった？痩せ我慢じゃない。やっぱり上手なダイエットを今回 D3 としてやってるから、やっぱり運動不足だったやつをさ、このラジオ体操やってるわけじゃん。で、ラジオ体操って本気でやるとね、結構辛いんですよ。要は、背筋を伸ばすとか、ちゃんとジャンプするとか、腕に力を入れながらこうってやるとか、もろもろのことをやることによって、やっぱりね、筋肉も使うんだよね。なんかキャベツ収穫してた。だからさ、このやっぱ運動をするっていうのを、このラジオ体操っていうさ、なんかね、小学校の時の気分。あ、ほんと？勉強したの？ラジオ体操正しい仕方。いや、俺ね、もともとね、
体育委員会の経験があるんで、うん、あのラジオ体操をみんなの前でやってたんだよね。あの段に登ってさ、運動会とか、うん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 、だからラジオ体操はよく覚えてるんだけど、うん、やっぱりなんか気持ちがさ若返ってくるんだよね、うん、あ、本当、うん、ラジオ体操やってると、うん、その小学校の夏休みに朝早起きして、うん、この公園に集まって、うん、みんなでスタンプもらいに行ったじゃん。ごめんね、うん、今の世代の子たち聞いて何言ってんのこいつって思うかもしれないけど、うんうん、ちゃんとカードがあったんだよね。そう、ラジオ体操カードっていうのがあって、うんうんうん、このラジオ体操をさみんなで行って、うん、ラジオ体操をやった後に家に帰ってご飯を食べる、うんうんうん、でその後またラジオ体操に来てた奴らと一緒に集まって、うん、このカブトムシ取りに行ったりとか遊びに行ったり釣りに行ったりとかっていうのをいつもやってたからさ、うん、すんげえなんか懐かしくなって、うん、なんかねラジオ体操やってるとね、うん、なんかあのエネルギーがね、うん、若いエネルギーがね、うん、こうね呼び覚まって目覚めてくるんだよね、うんうんうん、で運動もそうだけどこの食事に関してはやっぱりこの間ね奈緒先生にねお前全然健康的な食事してねえじゃんみたいな外食ばっかじゃんってねバシコーンってやられてたけど本当にその健康的な食事をとるっていう意識はちゃんとあってその外食をするときでもこのあすごい勉強になったのが、うん、選択っていう、うんうんうん、いや自分ではさコンサルでね、うん、あのプライマリークエスチョンいつも俺たちは選択して生きてますよなんて言ってんのにあ食に関しての、 この外食のとき特にねほら俺さ食べたいものが食べたいじゃん、うん、ね、うん、で食べたいものを食べたときに、うん、魔法の言葉を使うことによって、うん、全てをプラスに変えるっていう風な発想でやってたから、うん、そこにさ選択肢が多くなかったわけよ。食べたいものを食べるっていう選択肢しかなかったわけ、うんうん、でも確かに一つのものを選択するときに、うん、あこっちの方が健康的だなっていう選択肢を選んだ選択にして美味しく食べた方がこれは非常にいいなっていうのはいい勉強になったかなって思ったね。でその選択してるものもやっぱり食べたいものなの？うん、そう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 。だから食べたい選択肢の中に入ってきた美味しいものっていう選択だよね。うん、うん、食べたいものの中によりまあ言い方はあれか分かんないけどヘルシーなっていうか体に優しいものっていうところになったってこと。そう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 。だから食べてるんだよね。あ食べてる食べてる食べてる。うん。だ例えば本当にさ。トンカツ食いたくなんじゃん、俺。うんうん、トンカツ、ステーキ、とか言ってたけど、うんうんうん、好きじゃん、俺ね。うん、だトンカツを食べに行った時も、うん、そのトンカツ屋さんの中で様々な選択があるわけじゃん。うん、例えば、ヒレ、うん、ロース、うん、カキフライとかね、うん、串焼きとか、いろいろあるんだけど、うん、串揚げとかあるんだけど、うん、その中で、どれを選択して、うん、どれが今自分の体が喜んで、うん、自分の目的に近づいていく、うん、美味しい選択なのかなって。で、この中はヒレかな？ヒレ？ヒレじゃない。君何を言っとるんだね。なんで？ええ加減やな。